はい、第20回アイビスサマーダッシュの動画を撮っていくんですが、ですね、本日ね、元アイバであるルーターズがですね、出走しましたが、残念ながら6着という結果でありました。で、私の、知り合いで、一口、キャロットでね、出資してる人がいるんですが、先週、阪神の6レースですかね、土曜日の。リリアン・フェルス、見事一着となったようです。はい。で、またね、私の知人ですが、糸魚川特別にですね、レイパパレですか、登録しております。果たしてどうなるかっていうところですね。はい。新潟11レース、第20回アイビスサマーダッシュ日曜日26日です。直線1000メートル、10年前から見ていきますが、このように来ております。で、開催が色が、10年中4年で、絡んでるという程度です。はい。で、そうですね。2016年と18年は該当ありませんでした。で、昨年がですね、今回も出走するライオンボス、活発ハッチが、ワンツーとなっております。で、この、絡まなかった年もあるんですが、今年は絡むだろうと見てるんですけど、この、感覚を見るとね、今年は絡まない可能性もあるんですけど、で、開催会のは今年来る可能性も高いかなと、この感覚を見るとですけど、で、20回ということで、2系列、ラブカンプ、2枠、ワンアフター、活発ハチ、あゆ釣り、親父ということになっております。で、4の年で、4番、4枠、13番ということで、で、月が 2で、211なので、開催会のとマッチしてると。で、1の日なので、1番、10番、イベリス、ノーワンっていうのが、ちょっと穴っぽいところで、枠の後押しあります。で、昨年がライオンボスがね、枠の日がね、2で、2と同系列11番で、1着となっております。で、今年はね、ライオンボス後押しが、あります。年の13、1たす3で4になる、4と同系列の13番入ったんで、これがね、後押しなかったら他の馬を本命にしたいところなんですけど、後押しあるんで、ライオンボスを本命で中心で考えたいと思います。でね、題名絡みだとこれがいいのかなと思います。で、イベレス絡みだとこれがいいのかなと。レジーナ絡みだとこれがいいのかな。その他はこれかなと。というのは、ライオンボスが本命だとして、で、この中からもう一頭絡むんじゃないかなと見ております。もちろんね、この一頭しか来なかった年もあるんですけど、来るときは、二頭とか、三頭で来てるんで、で、ここも二頭ですよね。今年は該当するんだろうと思ってるんで、やっぱり、こっからもう一頭選ぶべきだと思うんですよね。もう一頭絡むと見ました。なので、題名か、イベリスか、レジーナ絡み、その他の馬で絡むんであればこれかなと思ってまして、私ね、これ、三連単ですと、やっぱりライオンボス頭で、どこ、題名か、イベリスあたり、レジーナあたりで、13頭で2着3着を、この、回目から、フォーメーションを作った方がいいとは思うんですけど、私、三連複で、この、万馬券になる組み合わせもあります。今回ね、ちょっとリアルに久々に投票しようかなと思ってます。というのは、この動画、競馬動画なんですが、1年間こうしてね、ホワイトボードで、この手法でね、やってきたのが、ちょうど、今月末ぐらいですね。今月はもう7月で終わるんですけど、今月末で、だいたい1年ぐらいになるんですよ。これをやってきて。で、そうすると、来月から同じことをやっても、これ、1年ずつずれていくだけなので、今回をもちましてですね、この競馬の、動画はね、この手法ではやるのは最後になると思います。で、次週はお休みの形は取るとは思うんですけど、まあ、競馬予想動画は、やらないわけではないと思いますんで、不定期になると思います、これから。はい。
なのでこういうやり方じゃなくてね、カバラの、音数出したりとかそういうようなやり方で、予想は配信する、方向ではいます。なのでこの手法でねやるのは今回最後となりますが、でそういった関係もありましてね、最後責任持ってねこれをね上げた以上ね、これちょっと100円でもいいから、投票しようと思ってます。3連複ですけど、万馬券になればもう儲けもんですけど、はい、点数は多いですけど、元は取れるだけの組み合わせも中にはあるんで、直線はやっぱ波乱も多少はあるんで、はい、こういった年とかもありますし、今回ねこれを、最終結論とさせていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。